ガジェットウェアをご覧の皆さん、こんにちは。日経デザインの丸尾です。今回はですね、日経デザインの3月号、2014年3月号の特集の内容についてご紹介したいと思います。今回は経営を尖らせるデザイン経営というタイトルでですね、さまざまなそのまあデザインを経営に生かしたという事例を集めました。特にですね、やはりデザインというのは経営者が使ってこそ一番まあ効力を発揮するというふうに日経デザインで考えておりまして、その中で実際にじゃあどういうふうにして経営者がデザインと付き合っていくのかという事例をまあいくつかここではご紹介しております。その一つがですね、ヤンマーディーゼル、ヤンマーですね、ヤンマーというもともと日本では農作機とかそういうものが有名ですけれども、この会社実は非常にその、ディーゼルエンジンというものを強みにしておりまして、特に欧米ではですね、ヨット用のディーゼルエンジンなどで非常に高いシェアを持っているというですね、もともと欧米では結構プレミアムなブランドだったりします。で、その、ヤンマーがですね、これから売り上げを上げる、さらに売り上げを伸ばしていく、経営として強い会社になっていくにあたって、やっぱりその今までのその、ヤンボーマーボーというですね、ああいうおなじみのキャラクターだけではなかなか厳しいなというところで、じゃあヤンボーマーボーをですね、一度 CM をちょっと大幅に縮小して、その中で、そのお金をですね、デザインに回すことで、企業ですね、もっとそのプレミアムブランド化していこうという取り組みをやっています。で、例えばですね、佐藤柏さんにデザインをお願いしてこうしたロゴを作る、あと、プロダクトデザイナーの奥山清之さんですねに、依頼をして、取締役に迎えて、で、今後、出てくるプロダクトの全てをこういうふうにですね、リファインしていくと、そういった取り組みを行っています。特にそのデザイナーをどういうふうな形で選定したかですとか、あとこうしたデザイナーを使ってですね、じゃあ実際どうやって売り上げに企業の強みに生かしていこうか、そんなことをですね、ここの特集では書いています。その他に例えばですね、これだけではなくて、いろんなその中小企業の事例なども今回は載せています。例えばこちらなんですけれども、こちらは兵庫県にあるパティスリーですね、お菓子屋さんなんですけど、ここで非常に面白い取り組みをしていまして、ある店内にですね、子どもしか入れないというお菓子屋さんを作りました。で、ここの、ここのトンネルをくぐるのがですね、子どもだけしかくぐれずにですね、そこを入ると、子どもが自由にですね、お菓子を食べれたりと買えたりとか、そういうことをしているんですけども、実際にこの写真もですね、大人のカメラも入れなかったんで、ちびっこカメラマンにお願いして写真を撮っていただいたりとかということをしてやっています。こういうですね、本当にちょっと尖ったその、今までの、単純に形だけではなくてですね、そういうその商品とかブランドのコンセプトからですね、リデザインして、新しいそのユーザー体験を作っていくというような事例も挙げております。そういった中でですね、経営を、デザインにどう生かすか、そんな、ことを書いております、日経デザイン2014年3月号、ぜひ、ご覧になってみてください。